今回はですね、大阪ちゃうわ、西成のすぐ近くのね、大阪新世界にある通天小町っていうビデオボックスに宿泊してきました。ホテルちゃうやんけ、タイトルを嘘かって言うんですけど、そうじゃないんですよね。ですね、18時から7時までの間、ナイトコースで2300円で宿泊できました。場所としてはですね、通天閣からスパワールドの方に歩いていく途中に、レトロなパチンコ台が置いてるパチンコ屋があって、そこをですね、境筋側に曲がって裏路地を歩くとすぐに見つかると思うんですよ。ほんでね、一般的な、ビデオ施設ってのはこんな感じじゃないですか。まあパソコンがあって、ビデオ DVD のビデオがあって、フラットシートとかソファーとかそういう部屋があって、まあ基本的に手狭ですけど、一応綺麗やし、豪華な設備が整ってますよっていうのが、まあそのビデオ試写室じゃないですか。まあ、ビデオ試写室っていうのは、まあ別に説明するまでもないですけど、エッチな DVD を借りて、その部屋に持って行ってみましょうみたいなシステムのやつですよね。例えば、ですね、一般的に有名なチェーン店であるビデオ試写室サラリーマン金太郎やったっけ？なんかそんな名前のやつやったら、例えば一晩、そうですね、2300円ぐらい、2600円ですかね。それで、宿泊して、ビデオを見ることができたりするんですけど、ですね、今回この通天小町ですが、これね、廊下歩いてるんですけど、ここからしてね、すでにしてもビデオボックスの、店舗の廊下って感じじゃないやないですか、全然。で、まあこれが一般的な、さっきもお見せしましたけど、ビデオ試写室の部屋の中なんですけど、これね、見てくださいよ。これね、まあ部屋の中はこう二重扉になってるわけなんです。廊下側の扉と部屋を仕切る扉と2つあって、だからもう防音対策は万全なわけですね。だから結構大音量でそのエッチなビデオを見てたとしても、全然、外に漏れた音は漏れたりしないっていうか、そういう問題じゃなくてね、ご覧の通りね、ビデオボックスじゃないんですよ。すでにどう見たってただの普通の部屋なんですよね。で、結構豪華でしょ。ですね、普通に、ソファーベッドじゃ、普通のベッドでふかふかですし、全然痒くなかったですし、普通にソファーもありますし、机もあるし、ですね、32インチぐらいの大型のテレビもありましたし、当然 DVD プレイヤーもありますよね。ほんでですね、それどころかですよ、ここはね、個室ごとに、トイレと、お風呂がついてるわけなんですよ。私はね、日頃、西成の、2000円以下で泊まれる安いホテルを、まあ、ドヤ宿を改造した安いホテルを紹介してるんですけどね、まあ、そこは最近の西成の宿っていうのはもうリニューアルされて、部屋とかもピカピカに綺麗やったりするんですけど、ただね、そういういいホテルであっても、トイレとかシャワーとか、お風呂とかは共同ですわ。個別に、個別の部屋についてたりはしないんですよ。ところがここはね、個別についてるわけでね、まあそう考えればですよ、2300円っていう値段はその西成のホテルよりは高いけど、設備的に考えれば全然ありやないですか。ほんでね、アメニティ品ももちろん揃ってます。だから歯ブラシとかひげ剃りとかタオルとかね。ほんで、これ一瞬これコンドームかと思ったんで。なんでビデオ試写室でコンドームがいるんやっていうね、私も一瞬なんでビクッとしたんですけど、いや、そうじゃないんですよ。これは固形石鹸ですよ。ただの石鹸で、ね、何の話やねんという。なんで、ドライヤーとかもありますしね、冷蔵庫もありますし、ですね、このなんか窓ついてる、これはね、大人のおもちゃの自動販売機なんで、そんなもんまで個室の中にあったりするわけで。一体全体何がどうなったらこんなに豪華になるんやって、これでね、2300円で掃除も行き届いてますしね、宿泊できるっていうのはとんでもないやないですか。とんでもなくお得なんですよ。ほんでですね、ただ、朝の、何やったっけな、7時に出ていかなあかんっていうのはちょっとね、それは早いから、その辺はやっぱりね、普通のホテルとは違うんやなっていう感じはしますけど、でももう7時になればお店も開いてるし、電車も動いてますから、全然何の問題もないやないですか、一応はね。で、ですね、このホテルじゃあ、このビデオ施設のもう一つの特徴として、これ、談話室があるんですよ。談話室で、ジュース飲んだり、談笑したり、あと無理
料の Wi-Fi も使えますわ。まあ、ここに限らず部屋の中全部ね、館内全部無料の Wi-Fi 使えるんですけど、おかしな話やと思うでしょ。ビデオ視察っていうのは言うまでもなく、男がね、こそこそとね、エッチな DVD 見に行くかなーって、こそこそと入るところやのいですか。そんなところにね、談話室があるっていうのは意味不明やないですか。なんでそんなところでね、人と会ってわざわざ話せなあかんねんって話なんですけどね。これね、さっきね、初めの方で、廊下歩いてる時にすれ違った人がね、スリッパ履いて、ストッキング履いた人やったでしょ。でね、おかしな話じゃないですか。ビデオボックスなんていうのは、言うまでもなく、男が行くところであってね、そんな、ストッキングなんて履いてる人がなんでおんのって話ですけど、つまりね、最近私は、新世界界隈の、ですね、日劇ローズとか、新世界国際劇場とか、そういう、ゲイの人たちというか、女装の人たちの発展場を、紹介させてもらってるんですけど、ここもね、実は、そういう意味合いもある場所なんですよね。だから、のんけの、私はのんけなんですけど、のんけの人が、普通に、ビデオを見に来たり、宿泊するために使われる施設でもあるんですけど、それと同時にですね、女装の人とかゲイの人たちが、だからさっきの談話室でですね、まあ、ネットとかで、連絡し合って、まあ、待ち合わせをして談話室で会って、で、まあ、意気投合して仲良くなったら、そのビデオ視察室の中に入って、まあ、立派なベッドもあったですし、トイレもあったし、お風呂もあるじゃないですか。だから、それがね、ほら、もしお風呂とか共同やったら、そんな嫌やないですか。そういう目的に使うのならね。だからその部屋の中だけで全てのことを完結することができるようになってて、で、まあ、だから大人のおもちゃの自動販売機も部屋の中にあってね、盛り上がったらそうやって、これ買おうぜ、みたいな、そういうことになるのかもしれないですよね。まあ、そういうわけでね、でね、実際私が、宿泊した時も廊下で、何人か、女装した、男の人、男の、いや、でも綺麗な人も多かったですよ。私も声かけて、なんかして、いや、そんなことはない。それは無理ですね。私はそんな人たちにはモテないでしょうから、無理でしょうけど、まあ、でもそういうわけでして、そういう使われ方もしている説ではあるんですよ。まあ、でももちろんね、のんけの人が普通に、ビデオを見に来てもいるし、まあ、だからお互いがお互いをね、別にそんな干渉し合わずに普通に行儀よく使ってるわけなんですよね。ほんでですね、新世界ってだからそういうなんですよ。ゲイ関係の施設がやたらと充実してるやないですか。でね、それがね、なんでそういう風になってるのかなっていうので、一つあるのはね、もうこれは直接は関係ないかもしれないけど、でもね、西成あるじゃないですか。西成っていうのはね、昔はね、無宿人の人たち、江戸時代は無宿人の人たちが住んでる場所やったんですって。でそのね、無宿人だか無職人だかよう分からんですけど、まあ、そういう人たちっていうのは何かっていうとですね、昔江戸時代とかやったら、みんな大体農民やないですか。まあ、農民でこいつはなんとかっていう村でなんとかのどっかの田んぼを耕してるやつやみたいなんで、戸籍で管理されてたわけでしょ。戸籍っていうのが何やったっけ、あれなんかあったやないですか、ようわからんけど、勧進帳かな、知らんけど、まあそういうなんか帳面みたいなに記載されて、戸籍を厳格に管理されてたわけやないやですか。でもまあ事情があって村から逃げ出して、しかも村を捨てて町に出てきたら、もうその時点でね、田んぼも耕してないし、村からも出て行ってもうてんから、戸籍から抹消されてしまうやないですか。あ、それとかですね、侍とかがいても、ほら映画とかでほら浪人とか出てくるじゃないですか。ご主人様のいない侍は浪人じゃないですか。そういう人たちかって、戸籍的になんかこうはっきりとはもう分からへんようになってるわけなんですよ。で、それ以外にも、まあ普通にその野党とかなんかそういうアウトロー系の人たちね、そういう人たちも無宿人っていう感じで、戸籍で管理されてない人たちが、まあ江戸時代にいたらしいんですよ。で、そういう人たちがこの西成に昔集まって、暮らしてたらしいんですって。でね、まあその中に、おかまちゃんの人、おかまちゃんって言ったら悪いかな、おかまの人も、おかまとかゲイの人もそういうところに、無宿人の、住むとこ、地域に住んでたんですって。まあ、それはそうでしょうね。だから、もう、例えば村とかで、そんな、おかまとかゲイの
感じの人やったら、昔の日本やったら、それはね、なんやお前とか言って、むちゃくちゃ言われたでしょうから、それはそういうところは居心地が悪いから出ておくのは当たり前ですよね。ほんで、そういう人たちが、その西成の町で集まって暮らしてたんですけど、まあ、おかまの人たちは、まあ、それは人それぞれでしょう、とか、ゲイの人たちは人それぞれでしょうけど、こう、なよっとした人もいるやないで、女の子っぽい人もいるやないですか。ほんだらね、やっぱり、アウトロー的な人も、当時は多かったでしょうから、なんやねんお前ってちょっといじめたりするわけじゃないですか。まあそれを見てね、みんなそれはかわいそうやんかって、そんなことしてあげんなよっていうので、オカマファーストの気風が生まれてきたんですって。オカマファーストっていうのだから、例えば女性を乱暴したら当然赤やないですか。それレディーファーストやないですか。それと同じで、オカマを大事にしようねみたいなんで、オカマファーストっていう、まあ、気風が、西成の町に生まれたんですってや。でそれはオカマ優先やで、オカマをね、オカマを優先してあげようみたいなのが、釜ヶ崎って、ね、釜ヶ崎になったんですよ。だから愛林地区の別名である釜ヶ崎っていうのはですね、それがね、語源らしいんですよ。本場かいなっていう話です。いやまあでもネットにそう載ってたんやから本場なんでしょう。まあ本場というか、まあそういう一説もありますよって話で、他にもいろいろ説はあるらしいんですけどね。っていうか何の話やったっけ。まあとにかくそういうわけでして、ビデオボックス通天小町ですか。まあ普通にね、ホテルとしても使えますし、いやホテルとしてめっちゃいいでしょ。だから施設もいいですし、 DVD も借り放題でね。つか別にエッチな DVD だけじゃなくて、普通の映画の DVD と D とかも結構豊富に揃ってるんでね、映画見ながら快適に、宿泊することもできますし、もちろん女装とかゲイの人たちが利用することもできるわけでね、皆さんも機会があれば宿泊してみてはいかがでしょうか。ほんじゃまた。